ご趣味は？ご趣味花水木を歌い出すっていう。リュウジさんのお料理ね。スタート。うわこうして、こうして扇風神。なんでやった、やべくない。ちょっと待って、ちょほあとりゃはい、さあ今回もですね、汎用の八重姫でメインキャラクターを演じるお三方にいろいろお話を伺っていきたいと思います。お話を伺う係は私、安本博樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張って伺いたいと思います。さあいろんなお話をですね、この全2回かなに聞いてきたんですけど、まあ、次からちょっと趣味の話とかも聞いていきたいなと思うんですが、うん、田所さん、ご趣味は？ご趣味ご趣味がね、本当にあれで、でも最近で言うと加納英孝さんのゲーム実況を見るのが、あれめっちゃ面白い、めっちゃ面白いですよ。そう、今まであんまり見たことがなくてゲーム実況自体を、はい、いやでもそのバイオハザード7が一回チャレンジしたんですけど、怖すぎてできなくて、怖すぎてやめちゃったやつ。そう、めちゃくちゃ面白い。自分でチャレンジして怖くてダメだったんだ。そうなんです。それで加納英孝さんのやつ見てみたら、何度も失敗しちゃって、でも落ち込みすぎて加納さんがそしたら急に花水木を歌い出すっていうその時間があって、ずっとすっごいシュールな映画、本当面白い。天才本当に最近それにハマってます。なるほどね。小松さんはどうですか、さっきご趣味のことは。私本当ご趣味がない人間で。あら、そうなんだ。強いて、まあ、YouTube で言えば、うんうん、最近はリュウジさんのお料理ね、お料理のやつ唯一見てます。だってもう趣味が生活ですね。ゲームとかも結構誘われたりはするんですよ、うんうん、それこそデッドバイとか、うんうんうん、もう第五人格とか、うんうん、一切受け付けない。受け付けないノーだと。一回はダウンロードするんですけど、だいたいチュートリアルで終わるんで。デッドバイデイライトに関してはチュートリアルでは通称200時間と言われます。え200時間プレイするまでがチュートリアルと言われています。200時間は本編じゃん。本編でもう終わったレベルですよ。それを やりこなして、あ、やっとチュートリアル初めて。なかなか難しい。あ、やっぱりずっと動画出ました。松尾さんは趣味は？ちなみに私趣味はそれで言うと、あずささんとは逆で、うん、ゲームをやる方が、なるほどなるほど、趣味ですね、うんうん、なのでデッドバイデイライトとかも、うんうん、そのチュートリアル200時間とかめちゃめちゃわかります。へえー、そうなんですか。もう本当にあれはやり込めばやり込むほど慣れてくるので、うんうん、何時間ぐらいやってるの？私何時間、200ギリいくかいかないかぐらいかもしれない。おー、じゃまだチュートリアルってことですか？チュートリアルだ。いけいけいけ、まだチュートリアルかもしれない。長い。ちなみにお友達とかでやったりするんですか？それは。あ、やりますやります。どんな人とか？事務所の先輩とか、あと後輩で劇団に所属してる子とかがいるんですけど、うん、そういう子たちと夜な夜な連絡取り合って、うん、今から行こうぜって。いいなぁ。こういうことができるんですよ、ゲームは。そうですね。ぜひ小松さん誘ってみてください。いいです。まだ誘ってない。まだ誘ってないのに。早い。まあ、小松さん確かにデジタルなゲームは苦手かもしれないんですけど、うん、結構それこそちっちゃい頃ってカードゲームとかいろいろやりますよね。あ、やりましたやりました。そのぐらいは大丈夫、うん、楽しいじゃないですか。あ、それもぜひ。ということで松本さんがおっしゃったんですけど、はい、アナログゲームを一個一緒やろうじゃないかと。お、まあ、ということでございます。一個用意したんでちょっと準備をしましょう。お、楽しみ。声優プレイ。はい、というわけでございまして、松本さんがやりたいとおっしゃっていたアナログゲーム、はい、ウボンゴ。ウボンゴ、ウボンゴ、まあ、これいろいろ細かいルールがあるんです。本当はなんかこういう紙があるんですけど、こういう紙があるんですけど、枠をこのテトリス的なやつで埋めるゲームですから。ああ、なるほど。でそれが揃ったらウボンゴって言うんですけど、で20秒のうちに本当は揃えなきゃいけなくて、その中でウボンゴって言った人がいて、他が揃わなかったらウボンゴって言った人が勝ちで、その人にポイントが入るっていうのが本当の正式なルールなんですけど、じゃあめんどくせんでざっくりやります。あ、わかりました。とにかく揃ったらウボンゴできます。わかりました。揃ったらウボンゴ、はい、魂を込めてウボンゴ、魂を込めて、はい、早速じゃあウボンゴスタート。うわー、よし。さあね、これ田所ちゃん、どうやら経験者らしいです。パチンって やるんですか？あ、いいです、もうおの思うがままに。ウボン、あー、早くない？早い、早っ。ちょっと待って、今考えてんだよ。今ちょっとニヤニヤしながらあのタッチと見てよ。ウボンゴ、おー、待って、
全然おばさんが全然動りませんね。動れない。早く動いてください。1個ない。ダメですダメです。ボンゴ違います。ウがそういうことはボンゴです。ウが足りません。エメラルドっぽい、エメラルドっぽい。2個のやつ、2個のやつ、2個のやつ。まあいいでしょう。もう本当は細かいルールいろいろあるんですけど、今日はもうざっくりこういうゲームですっていうので遊びましょう。はい、はい、こうしてこうしてせつな。こうミューハー。え、待って待って、もう交通事故ですよ今。両サイドが整ってましたよ。待って待って、ということはまた一番最後の人は誰ですか。小松さん何も置いてないですよ。あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと一回考えさせて。もう一個足んないね、これね。群れたちのツバメ。かっこよく言えば何とかなると思ってんじゃねえ。お前は負けた。じゃあ行きましょうか。はい、用意スタート。さあどうなるでしょう。迷いがないね。いや、あずささん強いですね。あ、扇風神。なんてやつだ。あ、扇風神。やめてな。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、いけるいけるいける。こ、お、ちょ、ちょ、ほ、あ、とりゃー。技が確かにまだ、まだ技に出てない。確かにね。じゃあちょっともう余っちゃうけど、じゃあ今慣れたから、じゃあちゃんとサイコロ使いましょうか。お、正式な感じで一回私はサイコロお願いします。上から3つ目、上から3つ目の絵柄で作ってください。これですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、用意スタート。この上から3つ目に使われている3つやつを使ってください。え、絶対に本当にできるんですか。そういうゲームでございます。信用してください。あ、お、おお。うぼんご。お、マジか。素晴らしい。すごい、いい動きが出ましたね。きた。え、これ難しい。さっきの勢いはどこへやら。どこへやら。どこへやら。あれ？全然できない。お、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 きた。エヴァンガー。ああ、素晴らしいと思うんですね。小松さんはいつ埋もれるんでしょうかね。なかなか埋もれませんね。正規ルールにした途端これだ。よく考えられてるよ。何を考えたんですかね。本来これチーク玩具なんですよ。チーク玩具。チーク、チーク。ちっちゃい子がやる。あ、チーク。じゃあチークダンスのチークだよ。ほっぺ。チーク。ほっぺに塗るやつだこれ。ウボングをどこに塗るというんですか。いいじゃないですか。切っていいですか、これ。ダメですよ。え、いや、これ、お面を切るしかない。ダメですよ。ダメですよ。キャッコリさんは、このキャッコリさんは。キャッコリさんは。あ、あ、あ、みんな。みんなのおかげで。配信の方ではですね、すごくショートになっています。声優クイーン。さあ、というわけでございまして、このウボンも今ね、なかなか白熱したんですけど、最終的にちゃんとしたルールやったのは、やっぱ面白いと思います。すごい、よくわかります。というわけで、今回の安 VP はですね、このゲームをやろうと言ったのは松本さんにとってナイスアイディアをありがとう。ありがとうございます。てれてれ。じゃあカメラに向かって、はい、思いの丈をぶつけてください。とわにも早く技名が欲しい。確かに欲しい。というわけでございまして、本日はこんな感じでございます。はい、またさようなら。さようなら。声優クイーン、面白いと思ってくれたそこのあなた。
よろしくお願いします。